はい、おはようございます。今時刻が6時42分です。凍ってますね。着替えも済んで綺麗ですよ。ほら見えるかな、めちゃめちゃ綺麗、空がすごい綺麗。まあ、寒いんは寒い、まあ、昨日は結局電気毛布もつけずに寝れましたね。あったかかった。あ、今マイナス3度ですね。はいはい。これは死闘になりそうですよ今日も。まあピークはもう、寒さのピークは過ぎてるはずなんでね、もう日が上がると。まあまあ所詮こんなもんですよ関西の寒波って。はい、どうもおはようございます。さあ今時刻が7時13分です。綺麗、めっちゃ綺麗でしょう。ちょっとカメラの位置変えました。僕の後頭部、おっさんの加齢臭する後頭部のアングルやったんですけど、あまりにも綺麗やったんで歪んでるね。こんな感じかな。今はもうね、元気もりもりですよ。いつもそうなんですよ。朝ね、午前中のね、今7時でしょ、9時半ぐらいまでめっちゃ元気なんですよ。もうこんなんもう徹夜できんちゃうみたいな。岡山旅、和歌山旅見てもらったらね、わかると思うんですけど、昼ぐらいから急激にね、2回連続もうしょぼんってなってるんですよ。釣れんし、しんどいしみたいに。あれなんやろね、ほんまに。なんやろね、人間禁止にはなって。綺麗、見てこれ、見えてます、これ。すげえよこれ。もうなんかね、釣りしなくてもね、もういいのよねこれ。ほんま綺麗な景色見たら、なんかもうなんか目を三角にしてね、なんとか釣ったろってこう、そういう邪念が消えるんでしょうね多分。動画撮ってんねやからなんとかしたろうみたいな。この綺麗な景色に心が現れるんですよ。すげえな。けどこんなところさ、こんなところさ、家とかすごいよね。なんか想像つけへんわ。どんなの、もう飽きんの、やっぱり琵琶湖こうやって見たりすんの。こんなとこ住んでたらもう個人的には、うわすげえ羨ましいってなるんやけど、やっぱ住んでる人らはもう別にどうでもいいっすよみたいな感じなん。これもうちょっとでね、有名な白髭神社、どっちやろ、それがね見えてきます。あの湖の上に鳥居が、有名なスポットですね。一時期僕があのオープニングの動画のオープニングで使ってたところです。あ、見えるかな、ほらかっけえ。このコントラストがちゃんと映ってたかな。すごい良かったね。はい、どうも。ちょっとね、ここなんかいい感じのところやったんで、ちょっとここでやってみます。あのちなみにこれ見えるかな、ウェーダー履いてるんで、場合によっちゃ入水もします。
カバン置こう。下はね、砂地なんですよ、ここ。だからちょっと荷物からあんまり離れんようにしな。ここで一旦、さすがにこの辺は、までかな。ちょうどね、今股間のあたりぐらいです。気持ちいい。足はね、すごい締め付けられてます。これ引き締めダイエットなんちゃん。これ高いけど冷たいわ。やっぱり足冷えてるわ。あんま長いことやるとこれなんかやばそう。じゃあ何やってんのって思うわな。時刻が10時半ですね。朝昼兼用のねブランチを、この景色の中、雪景色の中でね食いましょうかね。お正月なんでね、お正月らしく。誰か見られたら恥ずかしいけども、旅の 恥はなんたらってやつです。柿捨てか。旅の恥は柿捨てですよ。たまんねえな。お餅、紅白のお餅。5分。今が40分なんで45分まで。超美味しそう。持ち硬いよ。下に入れとかなあかんな。ちょっと食べるときね、この GoPro 邪魔なんで、ごめんなさい。食べるときは取りますわ。はい、これ邪魔で食べれないんで、ちょっと切りますね。はい、ごちそうさまでした。多分3分ぐらいで食うた。3分ぐらいで食いましたね。ああ、全然足り
もう一杯なんか食おうかな。まあちょっと軽めにしといて、昼夜兼用でまたちょっと食べよう。もうバーナーと夜間あれはもう何でもできるよ。無敵や、無敵ですわこれ。絶対無敵雷神王ですよこれ。よっしゃ、ゴミをねちゃんと、お昼はちゃんと飲まないと。ラーメン買うんやったら責任持って汁をちゃんと飲めと。で、捨てろと。間違ってもこんな地面とかにビャーってやらないようにね。旅先でこうやってラーメンを食いたいんやったら汁を簡易にできるようになれっつうことです。そうじゃないとラーメンを食う資格なんてないよ。知らんけど。じゃあちょっと移動しましょうか。あったかなってきてるよこれ。10度。そらそうやわな。なんかちょっと暑さも感じてきてるもん。10度やって今。あ、けどどうやろうな、あんま鵜呑みにせん方がいいかも。ずっと日に当たってたからな。どうなんやろ。まあけどあったかいわね。そんな寒さはない。これやったら北港行けるな。北港行きますわ。北港どっち。北港よくあんま分からんのね。北港か北港か分からんけど行きますわ。ちょっとやってみますか、この辺りで。お、いいね。うわー、けどここもあれか。けどもうウェディングはもうゴリゴリなんですよね。はい、ちょっと行ったところにあるなんか港じゃない、港っぽいとこ。回収、外来魚回収ボックスがあるんで、ということは釣りをする人がおるっつうことでしょ。ということはちょっと吹雪いてきてんねんけど、あのさっき10度あるっつってたんですけど、あの今日一今寒いっす。どうなってるのこれ。おるんこれ。生けすん中は空っぽっすね。この下おるやろ。PE やから怖いな。水路のところ、水路のところでやるか。寒っ。やっぱちょっと北に来たら一気に寒いんやけど、マジで。あっか、これ寒いな。結構寒い。耐えれんことはないけど寒い。釣れそうやけどな。なんか行って行って行って。クリアウォーターさ、全然引っかかったらあかんのかな。気付けろ。はい、今時刻は12時ですね。12時8分。さあまた移動してます。一応また北に向かってます。まだ高島市ですかね。疲
れはね、今日はまだないっすね。昨日あんま寝れてないのにな。こっちでしてんな。頑張れ、応援してるぞ。俺も頑張るからな、絶対釣るからな。みんな頑張ろう。でもほんまに今ここで琵琶湖で釣りやってる人らもうみんなもう仲間ですよ。もう戦友ですよこれ。このあったかいうち、今何度？5度。5度なんてもうなんかぬくいもんね。5度ぬくいよもう。だいぶやっぱこの辺とかまで来るとだいぶちょっと雪の残りが目立ってきてますね。まあね、けど楽しいっすよ。見てる方楽しそうには見えへんかもしれんけど、まあ一応楽しんでますよ。つら楽しいと言えばいいかな。はい、こんにちは。よっしゃ、ここは抜け側内湖っていうのかな。一応この向こう側が琵琶湖なんですよ。そっからちょっとこう中に入った湖、ちっちゃい湖ですね。ちっちゃいって言ってもまあでかいですけど、まあ、ここも一応バスのポイントではあるんですけど、どっちかというとヘラブナとかが有名みたいですね。まあけどちょっと穏やかなんでね、こっちは。こっちでちょっとやってみます、気分転換に。浅いな、だいぶ。ほんでここはその抜け川ない、この南湖。ほんで向こうがこの川挟んで向こうに北湖があるらしいっす。だいぶ浅いな、だいぶ浅いっすね。うわ、雪が。やっぱねこの辺まで来るとちょっと雪だいぶ多いんすよ。これ行けんの？これ地面やんな。おらんよな、この近くには。よいしょ。一応ね、ここも外来魚回収ボックス。一応ね、僕あんま琵琶湖よくわからないんですけど、とりあえずあの外来魚回収ボックスがあるところやったら、まあ釣り合っても問題ないやろと思ってます。けどいいよね、滋賀県は。だいたい釣りやったらあかんってところなんかあんまりなさそうじゃないですか。この川からの流れ込みがあるって書いてたけどな。うわ、これ滑りそう。つるりんと行きそうやな、これ。大丈夫かな。めっちゃ澄んでるやん。水の色が澄んでますわ。うわ、これ、またこれあれやん。くっつくやつや、これ。これ。やられた。これにやられると、チク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 すんだ、これ。外来魚回収いけすん中にはから、いや、からプス。これ、大丈夫これ。これ、なんか、壊れそうやけど。壊れへんのこれ。壊れるやろこれ。バッキバキやん。超怖いんやけど。これ、何これ。ダークソウルやんけ。バキンと割れんちゃうんこれ。
怖い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 、マジ怖い、マジ怖い、マジで怖いわこれ。この体重でけどバキっていかんかったら、うわ怖い、これ怖えよ、怖えっす、超怖えっす、超怖えっす、ここ。こっちが北湖、北湖、つら、抜き川、北湖ですね。あれ行けんの、あれ乗れる、あそこ。マジまあまあ怖いんやけど、乗れんことがないな。動かんよなこれ。よいしょ。なんかけどこっち雰囲気いいよ、釣れそう。杭の間、はい、一発で寝かかった、はい、寝かかった。はい、一発で寝かかった。マジで最悪、あ、取れた取れた、危ない。こっとちょっと待って、忘れてない、大丈夫か。すげえ、雪が降れば、雪が、降れば、降れたたらたんちゃん。どんなだっけ。君の幅は狭い。できるだけ時間をかけて、景色を見ておくよ。